ましょう、はい、ということで、うん、お届けしてきました脇あずみさんがログインしました第1回皆さんいかがだったでしょうかいかがでしたか楽しかった、ありがとう、楽しかった、最高何とかいいねコメントもほんとたくさんありがとうございますありがとうございます嬉しかったですまたやろうやろう最高だった楽しすぎ た, かったランドセルにしようって書いてあってなランドセルがあるんですよ、うん、ねなんでランドセルあるの分かんないこういうのも謎なんだよねそれでもすごいあずみが好きそうそうこれさ、うん、あずみちゃんのマネージャーさんがさそう私のねマネージャーさんがね、うん、選んでくれたらしいんだけど、うんまあ、選んだっていうのもちょっとねなんかイメージ的には私のマネージャーさんのイメージ的にはピンク春の金色脇茶色ねえねえ余り物余ったからでしょそれ、まあ、でも余ったからじゃなくて茶色いうんだねえあかりちゃんっぽいなって思ったのかもしれないねえなんで茶色って一番さ有名じゃん有名だけどさ代表みたいな代表だけどさ確かに本当はだってこうだもんねそうだよ本当はって何こうが良かったけどいやいやいやあられちゃんピンクじゃん色的にはだってあられちゃんのうんちピンクだよあそうかそうかでこういう感じだよね、そうそうそうよかったじゃんやだよなんで金がいい金がいいの金がいいまあね、まあ、次回からどうなるかわかんないですけど、うん、こういう小物もいっぱいあるんですよねすごい家感があったりこれあれじゃん、うん、これ流行ってるやつじゃんこれ似合ってたよこれさっき動画撮ったそう動画撮ったのあかりんの上がるかな動画に上がるかな私が上げるよ私が上げるお初体験のこれ初体験どうなってるんだここになんかポンプがついてポンプがついてそうそうそう意外と硬いんだねね思った結構身がしっかり詰まってるねこんな感じで自由にお送りしていきますよ、はい、今後も今後も今後も、はい、絶対来てください来ます、はい、年明けたらいい具合だよねいい具合今年中でもいいよ今年でも次も来たいもん絶対来てほしいおちょっと怖いはいということで次回の放送は、うん10月15日火曜日21時からを予定しております誕生日の前日あってことはさ来ますえ私もあとその2週間ちょいぐらいで私の誕生日だ来るわけ来る来る来るちょっと事務所さんにスケジュールを大丈夫だと確認していただいて、うん、大丈夫だと思う大興奮して今だってマイク触っちゃったもん今だから大丈夫ぜひ、うん、来月15日見てください、うん、次回はどんなゲームをプレイするのか、うん皆さんもしてほしいゲームとかあったらぜひぜひメールとかにお送りしていただければ
ログアウトしちゃいましょう。バイバーイ。バイバーイ。